は香川県と徳島県の県境に位置する標高線59.8メートルの山である。香川の緑百選に選定されている。別名は溶山。さぬき山脈の中央にある最高峰である。香川県側は高松市と中田土郡万能町に属し、大滝大川県立自然公園に指定されており、徳島県側は美馬市に属している。二つの峰を文字。 東の峰は、さぬき竜王、西の峰は、あわ竜王と呼ばれる。さぬき竜王は、標高線5 8メートルで三角点が設置されて、おらず、あわ竜王は、標高線5 9 8メートルで四等三角点が設置されている。あわ竜王の三角点は、万能町に位置し、香川県の最高峰となっている。 現在は麓にある竜神を祀った神社が、かつては山頂にはあったことから竜王山と呼ばれるようになったという。高松藩とのつながりが深く、中腹に藩主に献上するための雪を夏まで埋めていた雪穴がある。別名の遥山はこの山が高松藩主の高狩りをした場所と伝えられていることによる。登山道として、さぬき山脈を縦走するルートの一部として、 東のアイグリ峠や南の山東山方面から山頂へ至るルートのほか、高松市塩野江町や万路を町川奥から登るルートが知られている。阿波竜王の山頂には木製の展望台が設置されている。万牢町川奥方面で最寄りのバス停は川奥で JR 四国の土産線琴平駅から琴山バスが路線バスを運行している。 高松市塩の江町方面に相栗峠方面で、最寄りのバス停は奥の湯温泉、または松尾で塩の江町中心部から高松市がコミュニティバスを運行している。山東山方面で最寄りのバス停は黒砂で JR 四国の徳島線サ光駅から富士西屋観光が路線バスを運行している。万能町川奥方面の登山道へは、 徳島自動車道美馬インターチェンジから国道438号や香川県道154号、久保や塩の江線を経由して 12km 程度の道のりである。愛栗峠と山口へは美馬インターチェンジから徳島県道12号鳴門池田線や徳島県道、香川県道7号美馬塩の江線を経由して約 16km の道のりである。 山東山方面からは舗装された林道が整備されていて、山頂から数百メートルの距離にある電波塔まで自動車で通行でき、三間インターチェンジから約12キロメートルの道のりである。さぬき竜王と阿波竜王とは別に、両峰の南西にも竜王山という名称の一等三角点が設置されている。参考文献、国土地理院基準転生果等を閲覧サービス。 ありがとうございます。